も下田です。まずもっとさあ本日はですね、フィッシャーズ in 北海道。はい、ということで今日は北海道に来ております。めちゃ寒いです。めちゃ寒いです。室内なんで暖かいですけど。看板見たけど-3.3度って書いてあります。やばい。もう顔も耳もキンキンだった。ね、やばいよ。今日はですね、四八鮮魚店さんの北24条店さんに来させていただいております。あったけー。で今日ここに来て何をしたいかと言いますと、鮮魚店さんということで、まあこちらお魚屋さん、お昼は海鮮丼屋さん、夜は居酒屋さんになって、でお魚自体はいつでも買える。ああ、そうなんだ。お魚売ってる。そう、お魚屋さんでもありお店屋さんでもあるっていうお店なんです。へえ、北海道で海鮮ですか？全然違うからね。まず贅沢ですね。食べたことある？北海道で海鮮あんましないかもな。ね、なんか手で数えられるぐらいだよね。今日ちょっと前にね、メイン動画でとある企画やりまして、第1回デスゲームで負けたら一生禁止、勝ったら一生のお願いっていう動画。あれか、あの時元木マサイはクリアして、そうなんだよね。で元木は謝罪動画、そう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 、でマサイはまあちょっとあることをお願いしてクリアして、で俺がミスってロールアップ一生禁止されてたんですけど、なんと解除されました。それをまた解除してる動画もちょっと超頑張ってるんで、ぜひ見てください。でマサイ君、その時にクリアしたということで、ご褒美の権利があったのよ。そうだね。で元木はシルクに謝罪動画あげろっていう権利、そう本当にあげたから、本当にあげた。俺は満足です。そうなんで、でもマサイの権利まだ使ってなかったんですよ、実は。そうだね。であの時、そうマサイがお願いしたのが、たらふく海鮮料理が食べたい、こちら今日叶えさせていただきます。いやー、しっかりと僕は言いましたよ。なんで今日は北海道まで来て、ちょっととある海鮮丼をご用意させて。マジでいいのか。はい。で今日はまさに主役の初めてのソロ大食いでございます。いやー、こんな幸せな大食いはないだろ。で念のため、もし仮に食べきれなかったら俺と元木がいつでも動けるよっていう体制でこちらにさせていただいております。割とそんな来んの？なんかマサイがたらふく食べれる量が来るらしい。そう、なんかちょっとギリ無理じゃねえぐらいのところでマジか設定させてもらったんで、お店さんとも協力してもらって、だから俺も今日もう戦う気ないんで、もうノーマルシャツです。本当だ。あれなんか文字書いてあるからふざけていいなのかと思ったら普通にダブル RL。 いやごめんね、本当に正直なこと言うと防寒に気遣いすぎてシャツ忘れたって。で元木も一応なんか戦う気ではないけど、まあそうだね、まさに楽しんでもらって、もし本当に食べれないってなったら全然もらいますけど。ああ、わかりました。俺たち今日戦う気ない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 。行きの空港の飛行機乗る前に蕎麦屋に行ったんで、俺たち2人で。そうなんだ。でまず大盛りのうどんと蕎麦食べて、そうそうそう。で食べたねっつって、そしたら向かいのお店がそのタイミングオープンしたのよ。いやそうなんだ。はしごしました。お前ら胃2つあんのかよってぐらい俺たちもう普通に食べてきてるんで、今日はやばすぎない。あんまり信頼しないでください。いや信頼とかじゃないし、なんで2つ食ってるっていう感じなんで、今日は本当に初めてのまさいくんのソロ大喜利です。いやこんな幸せなタイミングでいただいていいんすか？もちろん。しかもさ、普通にさ海鮮料理の大食いでしょ。そうなの、珍しくない？お魚屋さんってこともあって、なんかある程度こう組み替えられるっぽいのよ。すごいな。そう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 っていうのをちょっとなんかご好意でやっていただいたんで、さすがに大勢で食う量じゃないんで、もっとまさに専用の大食いサイトになってるので、覚悟してください。ちょっと気になる。じゃあそれではお願いします。目つぶってようかな。はい、どうぞ。ありがとう。なんだそれではまさにさん、はい、君に初めて挑戦してもらう海鮮大食い、こちらの大きさになります。開けてください。せーの。すげー。すごいねこれ。なんだこれ。今回まさいくんそんなに大食いではないんで、今回絶妙なところに設定していただきました。でもこれは多いよ。四八さんの特製海鮮丼、サイズは2kgでございます。2kg？ 2kg あんの？ 2kg あんだ。多くないか？そうなんだよ。そうえ、丼？海鮮丼です。この船の中にお米が、あ、船員たちがいるんだね。なるほど。ライス見えないもん。見えん。こっちから見ても見えないの。そう、見た目にも綺麗だし、めちゃくちゃ輝いてる。切らない。いくら宝石でいくらおかしくなっちゃってる。おかしくなっちゃった。ああ、キラキラ。一応まさいくん大食いということなんで制限時間計らせてもらいます。はい、ということで海鮮丼船盛りいただいてください。あじゃー。せーの、いただきまーす。ゃあまず醤油、さっぱり醤油、濃厚醤油2種類がございます。オッケー。でこっちが濃厚醤油にしようかな。これは濃厚醤油だ。じゃあいただきます。じゃあ、はい、ちょっとこいつからいただこうかな、はい、うわ美味しそう。うわちょっからのおいじゃん。どこの海を泳いでるの？ああ、南の方。マグロうまっ！いっぱいあるのすごくない？ねえ。綺麗だな。いや、まさに面白いね。でもやっぱご褒美って聞いてきてるからさ。ああ、うまい。サーモン。このサーモン甘いうまっ。ちなみにじゃあ今日乗っかっているラインナップ紹介させていただきます。お願いします。ボタンエビ。ボタン、あ、こいつだな。はい。そしてマグロ、はい、サーモン、はい、金目鯛、金目鯛、カワハギ、お、マツカワカイ、シマ、ブリ、タコ、ホタテ、トリッコ、シラス、カニ、イクラ、シメサバ、カジ、ツル、ホッキ、全19種類乗っております。おーい、ベンチ入りですよこれ。そんな海があったら大儲けできちゃうね。大儲けできちゃう。網へ投げた瞬間。確かにね。もう全部みたいな。そういう状態やね。そういう状態やね。すごいよね。だから上から食べてってもなかなか減らないから。そうね。もうどんどんもう俺たちのこと気にせず食べてってください。わかった。じゃあちょっとエビいこうかな。どうやって食べるんですか。そのまま尻尾ごとちょっちょっとつけてさ。そうだね。こういうのもあり。お味噌ごといっちゃう。お、いいね、いい食べっぷり。うわー、中までしっかりと。お前プリプリ。もう一匹いんのは。そうなんですよ。なかなかねえぞ、こうもう一匹いんのも。この尻尾ね外して。あ、どうした。まま行く。笑う。いや、それマジで美味しそうだね。マジでうまいよ。俺たち終わったら海鮮丼だ。羨ましいな。確かに羨ましいよね。いただきます。毎回言っちゃうもんね、いただきますって。いや、言っていいんじゃない、感謝して食べな。うん。ああ、しびれるしびれる。酒みたいな。しびれた、しびれた、しびれた。それはよかった。脳が喜んでる今。まさに今日紹介した19種類の中で何が好きなの？まあやっぱ俺一番こう魚の中で好きなのは、まあホッケとは言ってるけど、実際サーモンが好きなの。あ、そうなんだ。そうだよね。実際はサーモン。バカ嘘つくやん。バカ嘘つくやん。うん。どんどんいっちゃって。うん。でもただ下に米もあるからそれだけ忘れないように。うん。ああ、いいですよ。ああ、2枚に2枚がいい。これはああ、いい音、いい音。美味しい。ああ、噛むとどんどん甘みが出てくる。うん。うわあ、うまい。すごい。だから全部5個ずつぐらい乗ってるからまた帰ってこれるの。すごいいいペースで食べてるじゃん。うん、まだいける。うん、器の多さなしで2キロだね。うん、かなりいい調子で食べてるんだけど。うわ、まだライスが見えないのよね。ねえ、どんだけあんの。今ちょうど15分経過しました。結構食べてると思うんだけど。いやいや、かなりハイペースで食べてる。まさに今お腹でいうと何分目ぐらい？半分よりちょい下。おっと、見てこの乗っかってくるわさびの量。おお。あ、わさびいい。まだ楽しそうだな。まだ楽しいよ。マジで楽しい。だってほら、この時箸出すなお前。いやいや、マジで我慢しろ。俺たちちょっとうずうずしてきてるから我慢しろ。マサイがさ、美味しそうに食べるから俺も腹減ってきたよね。なんかしらす出てきたよ。こっから米じゃないね。やっと米のとこまで来たかもね。これ全部しらすの可能性。逆にいや、それを疑ってしまうぐらい。確かにここがしらすみたいな。それをいや、だったらめっちゃ笑う。ちょっと笑う。いや、分かんない。米あると思うけど、その宝石箱面白い。めちゃくちゃ期待してるけど、このしらすの中には米がいるのかいないのか。うわー、持ち上がって。ああ、いるけどしらす多いな。ほぼしらすだね。あ、でも米も一応いました。いただきます。泣いちゃいそう。懐かしい感じ。懐かしい感じがする。思い出しちゃった。たまに家で出てくるんだよね。ああ、そうなんだ。しらす贅沢に置いたんな、これ。置いたんなあ。うわ、いい。この塩の感じわかる。しょっぱさがマジで塩味がいい。これ誰？カニ？カニかもね。蒸したやつ。ドンカニじゃん。カニ大将軍。これねえじゃん。これないでカニじゃん。これカニ大将軍だ。やば。え、そんなカニの塊。いただきます。やば。それはやばいだろ。優勝、優勝です。いや、うまいだろ。それは美味しいだろうな。今やばかった。普通にカニが乗ってるだけに見えんじゃん。口に入れて、あって潰した時にカニ汁がジュワーって出てきて、すごい。これはね、やべえ。俺一番好きかも。今まだね、めくると多分まだあるよ。まだいる。カニもっと頑張んねえとな、俺人生。うわ、そっから行くんだ。いったね。お、いいね。これすごい。ホタテ丼ね。ホタテ丼だね。ホタテ合いすぎ。うまい。こっち側にもね、実はホタテいるんです。うわー、いいな。もう漏らしてんじゃん。ここ消えたね。うん、ほんとだ。でもいい調子だね。うん、頑張って頑張って。完食目指して行ってきます。うわ、震える。ここのお魚も新鮮だけど、マサイのリアクションもずっと新鮮だね。ずっと新鮮。ご飯って楽しいな。うわー、米いっぱいある。ここ出てきた。あ、そこ深いんだね。うん、船底。すげえすげえすげえ。あそこ結構大食いポイントだね。ねえ。うわうわうわ、しらすがそんなに出てくる。米がしらすに変わる事件起こってないとこのバランスにならないだろう。これで 40% ぐらいは食べたね。そうね、結構山盛りだったもんね。確かにマサイ一人で結構食べてるんだよね。すごいな。はい、ああ、うまそう。タイ出てきた。これ泳いじゃ泳いじゃ。うわ、なんだそれ。飛びっこだ。ASMR だったね今。もう一回。うわ、来た。ここはこれいいな。もう一回カニ行きたい。カニととびっこのコラボレーション。カニとびっこ。抑えてる抑えてる。開いちゃった開いちゃった。悟っちゃった。あー、エンジェル。あー、エンジェルなんだ。米まんまいってもいいけど、ちょっとさ、その米余裕あるなと思ったら、いくらと言ってもいいんじゃない？確かに。使うときじゃあ、そうだよ。いくよ。うわ、うわ、うわ、うわ。きた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 。カニいくらの完成だ。おっしゃー。よし、こんなもんでいいか、とりあえず。その一角で、突然一気に上がったね。マジで。うわ、ガツンといっちゃって。よし、いくぞ。うわー。いくぞ、いくぞ、いくぞ。いってらっしゃい。口の中で花火がポンポンポン。まあ、イクラめっちゃ好きな人いると思うんだけど、このイクラはその人じゃ黙らせるぐらいうまい。あー、えぐい。あー、ズワイガー、ズワイガー、ズワイガーに。やべやべやべ。イクラ。あ、それ。あー、うるせえ。まだそんないたの。これいいね、マジで。いくぞ。口いっぱいだね。やべえやべえ。今お腹何パーぐらい？海鮮丼は今まあ40%もすぐいかなぐらいですけど。今ちょっとお調べしてますね。お調べ、はい。70%。やばいね。意外とね、来てる来てる。意外と来てるんですよ。ペース、じゃあペースアップでいけるとこまでいきましょう。やばっ。いっちゃってー。いっちゃってー。やっぱカニやべえわ。うんだよね。ああ、エンジェル。きた。透明のエンゼル入った。これだいぶ減らしたよ。ねえ、ほら半分は食べてるよこれ。そうね、確かに上乗ってる分もあるから。そう。まあ1キロぐらいはこれでもうちょっと食べたことになるんじゃない？正直に言うとすげえ腹いっぱいになってきた。お、めちゃくちゃすぐ正直。わあでもだいぶ満足してきたな。もっと食べてえけど。確かに苦しい思いは別にしなくていい。そうなんだよ。皆さんが幸せだと思うところまで頑張ってください。マサイが食べたいやつだけいこうも。そういっちゃっていい。こっからはあった。このサーモンにトロを。うわ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 愛してる。愛してる。かなり分厚く切ってもらってるから。そうなんだよね。ほらこんなに分厚いんだよ。いやだって都内のお寿司こんな分厚いことないかな。ない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 。もうたらふく僕は食べました。これで最後にしたいと思います。おお、それラストなんですか？はい、これで僕は終わります。はい、いいんですか？でもね、やめたくねんだよ。いや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 、いいんですよ。防衛企画なんでちょっとゆっくりしてもいいんじゃないですか。タイトルは大食いとはつけてますけど、マサイの中の大食いなんでこれは。だっていつもこの辺でご飯やめるなよりは言ってるでしょ。めっちゃ言ってる。 OK なら OK、うん、よし、君を食べて最後にしよう。ありがとうございました。もう終わっちゃうの？いやいや、本当に行きたいところまでいいか。今お腹と相談してるんですけど、まあやめときも感じるね。いい思い出にしたいよね。また来たいもんね、ここね。ちょっと貝を食べてからにしようかな。いいねいいねいいね。貝を食べて終わろう。お前つばら？お前だよ。この2人のタコじゃねえか。タコか。あ、タコ食べてなかった俺。タコ食べてなかったよ。タコ食って終わろう。では。タコ鳥。いや、たらふく食ったな、これは。確かにそんな普段いっぱい食べないからね。うん、よし、なくなりました。口長食べたね。はい、ということで僕はここでちょっと宣言します。ごちそうさまでした。で、はい、こちらですね、マサイくんがもう本当に気持ちいいとこまでお腹いっぱいまで食べたら、まあ、大体 40% ぐらい、まあでもそれでも 800g ぐらいは。いや、食べたな。食べたねー。700、800ぐらい食ったよ。俺普段こんな食わんよ。ねえ、まさにね、ここまでで今ちょうどね45分。あ、意外とかかってんだ。でもまあね、たくさん喜んでもらったんで、うん、よし、あとはね俺と元木で待って待って、もうエンジンかかってんじゃん。まさにね、ここまで45分かかってるけど、多分だけど俺と元木多分これ10分以内食べきると思う。それぐらいうずうずしてる。まあまあでもね、とはいえゆっくり食べてる。はい、もちろん味わってもらって。じゃあいいですか、どうぞ食べてください。あーしゃー、うるせえだぞこの時を。いただきます。ああ待ってたぜ。もうイクラとか使っちゃってます。先行譲ろう。先行、じゃあ俺はこのイクラカニゾーン。うわー、いいなー。いただきますよ。あー、米からいくのは天才。米カニゾーンもらえる。おお、いくれー。食べ終わってから見ても全然いいねこれ。笑っちゃうよ。どんどん取ってって、どんどん取ってって。タコ大好きなんですよこれ。野口先生は何いっぱいいっちゃっていいですよ。いっぱいいっちゃうけど、あなたが止まらないんでしょうか。お、すげえ丼ができたよ。ダホの丼です。あー、楽しみだった。いや、待てねえって顔してる。よし、行こうぜ。いただきまーす。楽しみな感想が。うん、待って引っ越そうかな。あー、引っ越す。うっばー。あらい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 、オッケー。大将軍じゃんこれ。やばいでしょ。俺もカニ大将軍。え、これマジで本当にやばいからね、気をつけろ。あ、すげえ鳥肌立ってる。一瞬耐えきれなくて意識飛ぶかと思った。分かった、俺の気持ち。あとお醤油もさ、めっちゃ美味しいね。ねえ、さっぱりと濃いめあるけど俺はさっぱりの方が好きかな。うめえ。食べ進めるね。いいね、幸せだよ。なくなったね。本当に10分で消えたね。やっばやっば。まあでもとりあえず僕はですね、たらふく海鮮料理を食べる。はい、これはもう僕の中で満足というよりも達成でございます。はい、マジでありがとう。俺の最高のプレゼントだった。おめでとう。やった、嬉しい。しい。はい、ということで、ひとまずまさいくんのご褒美大食い完食でございます。幸せだ。いやでもよかった、俺もめっちゃ幸せになるけど、なんかお互いみんな幸せになれて本当によかった、本当に美味しかった。ということで北海道に来た時はね、ぜひ皆さん寄ってみてください。はい、ということで大食い遠征編ご褒美編でございました。はい、いやありがとうございました。ありがとう、マジでありがとう。では皆さんお手を合わせてごちそうさまでした。アデュー。うますい。動画見てくれてありがとう。セカンダリー X インスタグラム、他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。うたけだー。